はいどうも、ジーパラダイス船長高爺です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回お送りする G ショックはこちら、2014年7月に発売が開始されましたカシオのパイロットウォッチグラビティマスター GPW1000 でございます。前回の動画でこちらの GWA1100 のことを最後のスカイコックピットとして紹介させていただいたんですが、その翌年に発売されたこの GPW1000 も実は発売直後はスカイコックピットとして発売されていたんです。じゃあなんで私がこの GWA1100 のことを最後のスカイコックピットと言っていたのか、まずはその辺から考察していきたいと思います。この GPW1000 の発売と全く同時、2014年7月に海地のガルフマンがアナログ化されまして、ガルフマスターとして発売が開始されました。でその翌年の8月には陸地のマットマンがアナログ化されてマットマスターとして発売されまして、これで準備が整ったということで、その2ヶ月後の2015年10月ようやくこの GPW1000 もグラビティマスターと改名されることになったんです。この陸海空を全てアナログ化したマスターオブ G としての販売戦略は、おそらくこの GPW1000 が発売される前から決まっていたことだと思うんですが、いつも先陣を切ってくるソラ G がなぜ最初からグラビティマスターとして発売してこなかったのか、これは私の推測なんですが、他のシリーズではデジタルからアナログ化されたことが解明する大義名分になっていたんですが、このソラ G ではすでにアナログでスタートしていたシリーズとしてスカイコックピットというブランドが確立していましたので、解明するための大義名分がなかったんですね。しかしマスターオブ G の戦略上、いずれは何々マスターと改名して足踏みを揃えなければいけないということで、すでに新しい名前も決まっていたのかと思いますが、あとはいつ改名するのか、タイミングだけの問題だったのかと思います。そこでいろいろ検討した結果、これはソラ G スカイコックピットの後継機なんだよってことを強烈に印象付けるためには、最初からいきなりこれはグラビティマスターだぞと言っても、何それ新しいシリーズが出るのなんてことになるのがオチで、すぐに理解してもらうのは難しいのではないかと。だったら一度スカイコックピットとして発売して、顔とかコンセプトが認知された頃を見計らって解明するのが一番わかりやすいですし、あのスカイコックピットが名前を変えたんだねとスムーズに受け入れられるんじゃないかと判断したのかと思います。このように人気絶頂期に改名するメリットはもう一つ、これはより立派な名前を襲名するということで、こちら今までのソラ G とは一線を画すワンランク上のモデルなんだという表明、宣伝にもなったんです。これ今考えますと、本当よく考えられた絶妙なタイミングでもあり、巧妙な販売戦略でもあったんですね。そしてその襲名披露の大役を担ったのがこちら、2015年10月に発売されました GPW1000GB だったんですね。こいつが事実上 G-SHOCK 初のグラビティマスターとなったわけなんですが、ここから一気に今まで発売されてきた全てのスカイコックピットまでもグラビティマスターと改名されていくことになるんです。でこの新しい名前グラビティマスターなんですが、他のマスターシリーズではデジタル時代の名前のマンをマスターに変えるだけでよかったんですが、スカイコックピットでは最初からアナログでしたので、コックピットを取ってスカイマスターとするのもおかしな話になりますので、ここでは完全に違う単語を使う必要があったんですね。落語の世界で言えば真打ち襲名みたいなものでしたから、やっぱり重みのある名前がいいですし、さらにこのソラジーとしての特徴も一目でわかるような名前でなければいけない。これは一般公募するような内容ではなかったので、カシオさんも会議を開いていろいろ意見を出し合ったんでしょうね。で最終的に選ばれた名前が、重力に負けないという意味が込められたこのグラビティマスターに決まったということで、これは響きにも重みがありまして、対遠心重力構造が肝であるソラ G にぴったりですし、ほんと素晴らしい最高の真打ち襲名だったかと思います。そもそも G-SHOCK の G はこのグラビティの頭文字から取っておりましたので、ソラ G はもはや G-SHOCK を代表するシリーズだという意味も込められていたのかと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。かなり前置きが長くなってしまいましたが、そろそろこいつの解説に行きたいと思います。2014年の発売から1年後、真打ち襲名を果たしたこの GPW1000 なんですが、やはりその名に恥じない強烈なスペックで誕生していたんです。先代の GWA1100 からの基本性能、トリプル G レジスト、スマートアクセス、サファイアガラスなんかはしっかり引き継いでいるほか、こいつからは G-SHOCK では初めてとなる GPS 電波受信機能が追加されまして、その名も GPS ハイブリッド電波ソーラー搭載機種として発売してきたんです。たとえ名前が変わろうとも、最新技術はこのソラ G に真っ先に乗せてくるといったカシオさんのスタンスは変わっていなかったということなんですね。この GPS 受信機能が搭載されたことによって、もはや世界中どこにいてもその場所の正確な時刻を取得することができるようになったということで、これによってカシオさんがずっと目指してきた一つの目標、世界中どこにいてもどんな環境でも正確な時を刻む時計が完成したといった感じだったんです。で発売当時のキャッチコピーがこちらでございます。
地球上に資格なしと。どうですか？半端ないですよね。未だかつてこれほど男心を刺激してくる言葉があったでしょうか。でもこれ、私にはかなりオーバースペック的なお言葉でして、何を隠そう、私高爺、生まれたこの方、日本から一切出たことがありませんので、日本の電波さえ受信できればそれで十分だったんですが、そんな私でも地球上に資格なしって言われちゃいますとね、やっぱり触手が動いてしまうわけなんですよ。しかし、やっぱりこの GPS 機能が高かったんですね。で、私がようやくこの GPS 搭載モデルを変えたのがこちら。2016年に発売されたこのマスターインレスキューレッドっていうモデルでして、この頃ではもう完全にグラビティマスターという名前がしっかり浸透していた頃でして、やっぱり自分では使わないであろうこの GPS 機能に10万は出せないっていうのがずっとあったんですが、このデザインを見た時にですね、ドカーンとまた雷に打たれた感じで、その考えが見事に崩れ去ってしまったんです。私このレスキューレッドには本当目がなくてですね、このように全機種揃えてしまったほど大好きなんですよ。こちらのマスター系ではこの都市コードリングの青色がこのワインレッドとの相性が非常に良くてですね、カシオの宣伝画像ですとここをかなり青々とアピールしていたんですが、実際はそんなに青々していなくてですね、角度によっては黒に見えるほど落ち着いた深い青でして、それに光が当たりますとこのようなコバルトブルーに輝きまして、ほんとうっとりするほど美しいんですよ。で、この GPW1000 では他にも新採用の部分が結構ありまして、まずこのベルトですね。これはすでに2013年にデビューしていたレンジマンから移植してきたものなんですが、ベルトの中にカーボンシートを挟み込んでより頑丈にしたカーボンファイバーインサートバンドを採用してきたんです。 GWA1100 で採用してきたカーボン製の秒針に引き続きベルトにもカーボンということで、このようにじわじわとカーボン化されてきたって感じだったんです。そしてさらにこのベゼルもすごいことになっておりまして、強度を高めるために単造で成形されたステンレスベゼルをこのように男らしくむき出しのまま乗せてきたんです。これがかなりワイルドでかっこいいんですよね。単造っていうのは金属をハンマーやプレスで叩いて圧力を加えることで内部の空隙を潰して結晶を微細化し、結晶の方向を整えることで強度を高めるっていう技術らしいんですが、この叩く作業を職人用語では鍛えると言いまして、日本でも古くから日本刀なんかを作る時に使われてきた製法ということで、この鍛え方次第で刀の強さ、切れ味も変わってくるらしいんですよね。で、このような製法で作られた頑丈なベゼルの表面にさらに耐摩耗性を強化する DLC コーティングを施したということで、さらに傷がつきにくく、この上なく頑丈なベゼルに仕上げてきたということなんです。この日本刀と同じ製法で作られているっていうのがまた男心を刺激してくるんですよね。で、さらにソラジーでは今まで固くなに拒み続けてきたライト、照明機能をですね、ここへ来てついに搭載してきたんです。腕時にライトがありますと一点のライトの光で文字盤全体を強烈に照らすということになりますから、それを直視することによってせっかく暗闇に慣れた瞳孔を一気に閉ざしてしまうため、パイロットの操縦に支障をきたしてしまうんです。ですので世界中のどんな高いパイロットウォッチにもライトはついておらず、ネオブライトだけで視認するといった方法をずっと取り続けているんです。なので後発のカシオとしても世界のパイロットウォッチに敬意を払って、ほとんどのソラジーではライトの採用を見送ってきたんです。唯一 GA1000 だけがライト機能を搭載してきたんですが、これもあえて特殊なネオンイルミネーターとしておりまして、やはり通常の一点発光式にはしていなかったんですね。そこまでして拒み続けてきたこの照明機能を今回は LED ライト、スーパーイルミネーターとして搭載してきたということで、このように夜間の視認性を大幅にアップしてくれたんですね。ようやくカシオさんがこだわりを捨ててくれたといった形でしょうか。確かにパイロットにとってはこのような強烈なライトは必要なかったんですが、戦闘機に搭乗している時はライトボタンを押さなければいいだけの話ですから、パイロットウォッチにはライトを乗せないっていうそのこだわりこそが実は必要なかったのかと思います。でも今思い返しますとね、カシオさんがこのパイロットウォッチというものにいかに真剣に真面目に向き合ってきたかっていうのをひしひしと感じることができる部分でもあったんですよね。まあ私もスカイコックピットを買うときは少なからずパイロットウォッチを買っているという認識はありまして、夜間はこのネオブライトだけで十分でしたし、まあその方がパイロットウォッチらしくてかっこいいよねなんて満足はしていたんですが、やっぱり普通の生活をしている私たちにとってはこのようにがっちり明るく照らしてくれるライトがあった方がいいに決まってますから、ここへ来てようやくそのこだわりを捨ててくれたということで本当に良かったなと思いました。さあこの辺でこいつの基本性能スペックを見ておきましょうか。初代グラビティマスターはどんな感じになっているかと言いますと、いかがでしょうか。 GPS 機能を乗せたからだと思いますが、全体に一回り大きくなっておりまして、重量も 126g とかなり重くなってるんですよね。多分 GPS を乗せるためにいろいろコンパクトにしてきたんだとは思いますが、それでも大きくなってしまったって感じですね。
先代にはあったパイロットとしては必要な機能、フライバックや包囲系なんかは外してきておりまして、パイロットには必要のないライトまで乗せてきたところなんかを見てもですね、今回の空 G はパイロットのためというよりも、どちらかというと普通に生活をする私たち一般人をはじめ、世界を股にかけて活躍するビジネスマンなんかが使用することをイメージして作られた時計なのかもしれませんね。この GPW1000 っていうのは、いい意味でパイロットウォッチとしてのこだわりを捨てた最初の空 G だったのかと思います。で、こちらはその2ヶ月後、またまたすごいのが発売されてしまいまして、今度はこの単造製のベゼルに、このような渋いエイジド加工っていうのを施してきてまして、G-SHOCK と相性のいいスチームパンクの世界観を表現してきたんだと思います。この元々の重厚なデザインにも完璧にマッチしておりまして、これも完全に一目惚れといった感じで衝動買いしてしまったんですよね。まあ、何しろこれが私の愛してやまないフライトコンポジット仕様になっておりますので、装着感も半端ないですし、このワイルドなお顔にもバッチリ合ってますのでね、ほんとずっと見てても飽きないほどのかっこよさなんですよ。最後にちょっと余談なんですが、この GPW1000 が発売された4ヶ月後には G-SHOCK の最高峰 MRG がですね、これとほぼ同じモジュールを乗せて発売してきてましたので、やっぱりこの空 G にはその時代の最高技術を真っ先に乗せるんだというカシオさんのスタンスは今まで通り変わってなかったんですね。続きまして、こちらがスカイコックピットとしては歴史上一番最後に発売されました GA1100 になります。先代のスカイコックピット GA1000 の後継機として開発されただけありまして、スカイコックピットとしての DNA を色濃く受け継いでいたんですが、こいつも発売から半年弱で解明されることになりましたので、2代目グラビティマスターといった方がしっくりくるのかと思います。こちらでも GA1000 同様、方位と温度のツインセンサーを搭載しておりまして、ご覧の通りアナログとデジタルのコンビネーションで視認性、利便性もそのまま引き継いでおります。ただ残念ながら非常に美しかったネオンイルミネーターを外して通常の LED ライトに変更しておりましたので、そこだけが私的にはちょっと残念だったんですが、モードダイヤルの戦闘機も外したりしまして、全体に遊び心を減らして逆に大人感満載のちょい悪なデザインに変更してきたって感じなんですよね。このかっこよさで2万円台で買えるというこのコスパの良さも引き継いでおりましたので、やっぱりこいつもかなりの人気を博しまして、先代の GA1000 同様次々とカラーバリエーションも出してきたんです。発売から7年も経つというのに未だに売れまくっているモデルということで、こいつはまさにソラ G の化石頭、スタンダードモデルとしての地位を確立していったんです。こいつの次に発売される GPW2000 も GPS 機能を搭載した怪物だったんですが、このように GPS モデルの狭間の中でも力強く生き抜いてきた実力派でもあったんです。やっぱりこいつも歴史に名を残す名機になるのは間違いないかと思います。はい、今回は以上となります。グラビティマスター初めて物語、いかがでしたでしょうか。カシオさんの巧妙な戦略によって人気絶頂期に改名されたこの GPW1000 は、その名に恥じない本当素晴らしい G-SHOCK だったかと思いますね。次回は最初からグラフィティマスターとして登場してきた GPW2000 と、こちらのロボ感が半端ないデジアナモデル GRB100 を一気にやっていこうかと思ってます。ソラ G にもいよいよモバイルリンクの時代が到来ということですので、興味のある方はぜひチャンネル登録をしてお待ちしていただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。